俺は彼女の声を録音し、毎日聞くようになっていた。俺は11年前のように、三井君と俺を呼ぶ彼女の声が聞きたかった。だが、当然そんな声は聞こえなかった。俺は同級生に三井という名前を呼ばれたことは一度もなかった。多分それまでずっと。もう一度名前を呼ばれたい。俺はずっと待ってた。彼女のベッドの下で。俺が嫌か！もっと彼女の近くにいたい。ずっと隣にいたい。話してください。彼女に触れられなくても。